ここの壁。わっしょいわっしょい、うるせえよ。お祭りだ。ごめん、もう今夏だからお祭りの夢見てたわ。おはようみんな。おはよう。あ、そっか、シリオさんあっち側にいんのか。俺だけビップルーム、いいでしょう。おい、てかそんなことよりさ、あと一個マレーシがあったら石ピッキル作れるよ。そうだよ、あと一個見つけよう。今日石ピ作りたいな。マレーシどっかなかったっけ？ありそうな場所覚えてない？なんかなんかどっか見当ついてないの？肩甲骨？あれは下行けるようになったじゃん、苔の丸石掘って。あそこ探索してねえじゃん。おお、確かに確かに。青行く。じゃあみんなで行こう。あと俺も行く。お前行けねえだろ。お前なんでそっち側に一人いるから。お前何してんの？お前本当だ、こっちダメだ、塞がってる。じゃあちょ、葵ちゃんと行こう、二人で。シルさん、監視来るかとか見張っといてよ。あ、オッケーオッケーオッケー。どっから行けんの？こっちだこっち、葵ちゃんこっち。バケツ使う。バケツ、あ、そっか、バケツがあんのか。よしよしよし、急げ急げ。あ、分かれ道になってるよね。こっち右行ってみるか、近いし。オッケーオッケー。バケツめっちゃ便利。いや、これ見つけたのだいぶでかいな。青のおかげだな。大丈夫？監視は？監視は？大丈夫大丈夫、来てないまだ。え、これどこ？あ、なんか出口。おお！なになになに？どうした？これトレーターのところだ。これトレーター？本当だ、トレーターだ。ってことはあれか、独房と食堂がつながったんや。あ、そういうこと？そういうこと？これいつでも行き来できるってことだ。わ、下に来れたのか。あ、でもやばい、俺あれだわ、しのさん、トラップドアとか鉄のドア鍵取っちゃって、つながってるけど扉閉じたまんまだ俺。あ、そうだ、旧水路管理室のさ、トラップドア確か閉めっぱなしじゃない？あそこ閉めっぱなしにしたまんま来ちゃってるから、これつながった意味ないわ今のところ。ってことは開けっぱなししとかないとさ出れなくね？ちょっと食堂の時でもなんかちょっと開けとくか。つながった意味ないよなこれ。ちょっと戻ろう一旦。え、今監視来た監視来た監視来た。待て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 、やばい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 。戻れ。おはよう。おはようございます、監視。あれ、びっくりした。お前なんでそこにいるんだっけ？ここに入れたんじゃないですか、監視が。え、そうだっけ？そうですよ。おはよう。おはようございます。いや、ビップ部屋快適っすね。え、本当に？はい。なんか撮ったりした？お前。いや、撮るも何もなんもないです。そっかそっか、オッケーオッケー、はい、え、じゃあまあいいや、出てきて。じゃあ終わりだ、ビップ部屋はもう。え、終わりなんすかもうもう終わりだ、ちょっと邪魔だから、お前戻れ部屋に。はい、わかりました。じゃあ朝の会しまーす。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はみんなが来てから9日目、初級丸の残り日数は21日です。じゃあもう明日が10日目。そうですね。マジで？ということで、じゃあ各自出てください。出れないんだ。無理です。無理です。念動力使えんから俺らここはゼウス刑務所、極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチ、神道寺、葵が連れてこられてしまった。彼らは監視の雛子によって30日後に処刑されることを告げられた。そこで彼らは脱獄の計画を進めることにした。脱獄のルール、ブロックを破壊するにはそれぞれ適正ツールが必要だ。刑務所内に隠されたアイテムを監視にバレずに探し出さなければならない。果たして3人は無事に脱獄することができるのか。脱獄ゲーム。じゃあ皆さん来てください。ウマローマです。ウマローマか、おい出てかせる気ない。ちゃんとついてきてよ。何でチンタラしてんの？チンタラチンタラチンタラっぽいって言ったらあれだからね、スカートめくれるんだよ。知らないの？何のアニメそれ？ドラえもんだよ。知らねえよ。わかんな。知らないの？よーし、なんか食べてるよ。何食べた？バフンです。バフンか、なんだなんだ、よかったよかった。いや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 、ツッコミどころ満載やろ、他にもいいことあるやろよし、そしたら君らに大事な報告があります。はい、え？何？とてもとても大事な報告です。まあいいや、はい。お前出所じゃない？え、マジ？出れるってこと？そんなわけあるかよお前。あ、でもね、近いよ。え、近いの？マジで言ってんのそれ？出るっていう感じはそのままだな。うんち違う、うんこだな。まあまあまあいいや、開けてって開けてって。ちんたらほい。はい。なに、お、噴水出てる。そう、噴水が出た。
え、これ修理したんすか今週。そう、溝直ったの。本当だ、今の名前変わってるのかと思った。違うよ、そんなことしないでしょ。波重 100% になってた、どうしようかと思った。なってないよようやく噴水が出たから、ほらこれでさ、ちゃんと浴びれるよ、頭から。イエーイ、滝修行できるじゃん。うん、やっと治ったんだから、今日から水遊びができるぞ、お前ら。イエーイ、やったー。お前死んじゃう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 。あ、やばいやばい。じゃあゆっくり遊んでてください。はーい、バイバイ。よし、これ噴水復活したってことは、いちいちあれやな、噴水なんかやらなくていいってことやもんな、これ。そうだね、あれめんどくさかったもんな。あれ相当めんどくさかったかな。監視の隙見てね。監視どこにいる？歌手上登ってんだ。あ、浮いてる浮いてる。じゃあ遊んどこ遊んどこ。あ、今馬で遊んどこ、馬で。でも俺滝修行しとこ、滝修行。丸石どこにあるかな。まあでも丸石がたくさんありそうなところはいっぱいあるよね。あ、え、待って待って、肉タイムじゃん。お前黙ってとんな、おざけんな。なんでだ、くんなって。かわいい。よし、仕事にかかろうか。だって青がもらってたんだから。あー、行っちゃった。いやいや、みんなに配ってたんだよ。もう最悪だな。あ、また監視なんか、ここのなんかあれ部屋に入ってったよ。ほんとだ、なんだ部屋なんだここ。え、これさ、これはしごから上からさ降りてってたから、これ行けるんじゃない。え、じゃあそこにさ、なんか本とチェストあるんだよ、あそこに。怪しいよね。行ってみる、監視行ったら。え、もしかしたらさ、鍵とかあるかもよ、ぶっち。いや、ありそうだよ、だってあそこの上にさ、あの水路の鍵があったわけだから、なんかあるかもしれないから、行ってみるか。青が行く。オッケー、じゃあ葵ちゃん一緒に行こう。やった。え、待って待って、俺も見たいんだけど。お前は引きこもってろ、お前クソ引きこもりニートが。ほら、木とか取ってれば。あ、そうだ、木取ってろよ。誰が見張りすんだよ、下に降りたら。ふざけんな。え、監視行ったかな。ちょっと、ま、見張りして、新流さん。うん、分かった分かった、しとくしとく。多分行ったっぽいな、多分大丈夫な気がする。え、でも、蜂の方行った気がするんだよな。あー、っちの方か。ま、一旦ここ見えるから、もうバレちゃうから行こう。気をつけろよ、丸見えだからね。あ、急げ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 。わっちも失敗してる。おお、お前らどっちも失敗してんじゃねえよ。よし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 、四角四角。 OKOK、 ナイスナイスナイス。よし、早く。おお、気をつけろよ。よしよし、多分この辺生きたらバレない。ここだ、ここ、ここにトラップ道具ある。行ってみよう。よし、来たぞ。チェストは？あー、なんかいっぱい本が入ってる。本？この本、本は？それ読んでみて。青いのにドッキリした、楽しかった。次は誰にドッキリしようかな。そのまま本当に殺しちゃったりしてもいいよね。え、やばい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 、なんか監視日記かこれ。やばい、監視こっち来てるか。マジ？監視どこにいる？あ、大丈夫大丈夫、監視教会の方に行ってる。あ、オッケー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 。何、ドッキリまたするってことこれ。誰か殺しちゃってもいいよねって書いてるよ。他にないの、何も。いや、でもなかった、チェストの中も。ないのか。え、戻るか、じゃあ一旦戻るか。え、監視の日記ってことか。気をつけろ気をつけろ、お前ら丸見えだからね、そこ。壁沿えよ、壁。オッケー。え、これさ、高いとこ登って丸石がさありそうな場所さ、ちょっと見に行かん。今行く？行こうぜ、とりあえずいろいろ見えるし、この高いとこ登れば。だって気をつけろ、今教会の方に行ってるからね、気をつけろよ。パパッと行く。危ない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 、これ飛び出るとき気をつけて、飛び出るとき。危ない。行ってないところなんかあるかな。行ってないとこ？いや、でもいっぱいあるけどね。だってロバーとかの羊毛とかも掘ってないし。あっちの方とか見てない、懲罰房の方とか見てないな、あのなんかケーキみたいなところも。あ、確かに。あっちの方にもありそうやし。あ、あとあれや、あの処刑場、処刑場、パルテノン神殿のところ、苔の丸石あったじゃん、外に。覚えてる？ああ、壁にね。あれ、なんかありそうじゃない。要は入れるってことじゃん、処刑場の中に。でもあそこ行ける？行けるよ、ほら。シルさん、ほら、あれ星座のところから行けなかったっけ、あの滝、あ、じゃあそこ滝あんじゃん。うん、あそこの下に出たよ、星座のところから。行ける行ける、滝登ったらパルテノ神殿まで行ける。あんな長い滝登んの？え、星座だってくんないかな、今日。行ける、ワンチャンなんかありそうじゃない。おねだりすれば。待って、葵ちゃんおねだりしてみる。葵ちゃんのいつものおねだりやってよ。葵ちゃんおねだりだったら聞いてくれるはずだよ。オッケー、ちょっと一旦戻るか。一旦戻ろう。今戻って今大丈夫、今大丈夫。あ、やべ、行っちゃった。何やってんの。戻れ。急げ。一旦じゃあ星座おねだりでもし通ったら、あの処刑場付近ちょっと探索してえな。そうだね。いや、でもプッチー、
次第だと思うな、青は。うちすぐ壁掘っちゃうから。いや、あ、今日壁掘んないようにしないとすぐ処刑って言われてるから。絶対に掘りませんって言わないと、うちが。よし、お前ら終わりだよ。はーい。青いの馬速くなって嬉しい？嬉しいです。何がしてんの？え、滝修行です。もっと速くなるように。はい。同時にバフンドリンク飲めるってことか。あ、そういうことね。バフンドリンク飲むためにここでやってるのね。あ、行かないで。流れてるぞ。早く出せってそいつ。おい、何してんだ、早くしまえって。おい、おいおい、出れなくなってるって。ガンジュも鬼入っちゃう。なんで出れないの？乗り継ぎ作戦、誰か、はい、構えて、構えて、誰か、はい、行くよ、はい、乗って、オッケーオッケー、ナイス。おー、危ない。救出作戦だ。あ、まったく、もう。もう馬立ち入り禁止にした方がいいですよ、噴水。そうだよ、立ち入り禁止だ、多いな、そこ。よし、そしたら、おいおい、待って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 、ねえ、遅いよ、お前は、行動が。ヒヌさん、マジ頭の回転遅すぎる。悪口だ、ただの。お前に言われたくねえな、なんか。もっと地球の衛星軌道をちゃんと見習った方がいいよ、あいつら早いから。よっしゃ、刑務作業行くぞ。回収。今日は星座占いの日。え、なんか朝から葵がなんか星座占いしたいって言ってたな。お前何座だっけ？お羊座です。オッケー、お羊座の今日の運勢はゴミです。はい、じゃあ行きましょうか、ゲーム作業。いや、違います、違う、星座の、星座を作りましょう。今日星座がいいの？青いの？はい。俺もちょっと挽回したいっす、もう壁掘らないようにちょっと気をつけようと。ブチがリベンジしたいって言ってました。え、それあれで覚えてるよね、1個でも壁、てか羊毛の個数が間違ってたら処刑って言ってました。はい、もう処刑で、もう処刑じゃ、処刑じゃないです、処刑ではないです。あれ、処刑じゃなかったっけ？ケーキが減ります。あ、ケーキ減るのか。じゃ1個でも減ってたらケーキ減るよ、いいのね。はい、オッケー。なんだ、青いの、なんかそろそろお土産欲しいかなって思って旗にしてあげようと思ってたのに。そうですね、旗より星座がいいです。そう、花より団子みたいな。じゃあ分かった分かった、じゃあ星座にしよう。青いのが言うならしょうがない。新しい星座思いついちゃったんです。え、なんだろう、楽しみだな。楽しみにしててくださいよ。よし、今日こそ頑張るぞ。今日はちゃんと夜空作るぞ。そしたら前回のやった扉の前に行ってください、まず。前回不純、それは前回の、お前、それは。あ、前々回か。お前そこだ。こっち行って。いや、お前違う違う、お前ヘラクレスだよ。こっちか。この間、その前々回はこれ一回さ、はい、時計回りに回ってください。時計回り、逆、時計回りで、バカ。あ、こっちか。時計回り、一回時計回りに回って。ほら、前々回はこれだったでしょ、覚えてる？はい。あー、確かに。で、はい、前回はこのまま、はい、反時計回りに回って。反時計、こっちか。そう、これが、はい、お前、ちょっと出る、殺すぞ、お前は。反って言ったかな。あ、こうだったでしょ。ってことは、今回はこのまま、もう一回同じように反時計回りに回せば、多分まだやったことない部屋になるから。確かに。くんなって、お前、あっちだよ。みんなやったことない部屋じゃない？確かに、ヘロクレスはまだやってない。やったことない。いいね、半時計回り作戦いいね。よし、じゃあ入れ、お前、みんな入れ。はいはい。今回はちゃんとやってくださいね。前回背景を理解してないバカしかいなかったんで。じゃあ任せますよ。はい、わかりました、お願いします。いや、壁を掘らないようにしないとね。そうだよ、処刑されるからよ。え、でも作戦成功じゃない？作戦大成功や。ナイスナイス。とりあえず待って、俺の方はこれいけんのか。あ、これいけるな。俺の方はいけるとこだった。こっちはクロノスは、クロノスのあれだ、鉄格子いけないんだ。あ、じゃあ葵ちゃんと俺がいけるってことか。そうだね。あ、オッケー、じゃあ行こう。シンヌさん、じゃあお留守番で。またお留守番で行きましょうか。え、まる、気をつけろよ。よし、一旦もパパって行っちゃう、葵ちゃん。うん、行こう。反射、今どこ行ってるんだ。え、わからんわからん、ここからじゃわからん。わかんないな。まあ、ちょっと一旦行ってみるか、葵ちゃん。パッパって行こう、ちょっと遠いから。
よし、あれ、青ちゃんどこいる？いる。あ、よしよしよし、こっちこっちこっち。あ、ここ初めて。案内するよ。ここ、丸石、苔の丸石を壊したら外に出るからちょっと気をつけて。まあ、でも、一段下の水路みたいな感じだったから。いける？気をつけろ。オッケーオッケー、多分いない。じゃあそこちょっと一旦帰りも使うから一旦開けとくか。オッケー。待って、これ監視どこにいるんだ、わかんないな。とりあえずここのね、滝を登ればいける。気をつけてね、もうすごい丸見えだからね。待って、気をつける気をつける。大丈夫かこれ、監視見えねえ。どこだ。いやごめんけどさ、マジこっから何も見えないから、もう全然俺何もできない。やばい、一旦上登ろう。一旦死んじゃうから。どう、いけてる？いけてるいけてる。出た出た出た。怖っ怖っ、マジで怖い。もう外やもんこれ。待って待って待って、よしよし、こっち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 。え、見えないの？監視見えないの？監視わかんないんだよ、場所わかんないの。あ、で、そこそこそこ、苔の丸石、そこ行こう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 。どこにいるの監修？いない、いない。もうパッて中入っちゃうのこれ。中の方が多分安全だよ、この中にいなければ。いけ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 。よしよし、これ壊して、よし。あ、待って、これ丸石じゃん。え、丸石？え、これ丸…これ大丈夫かな。あ、待って、丸石だこれ。丸石じゃん。よし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 、ナイスナイスナイス。どうする、戻る戻る？いや待って、探索しよう探索。ここ閉める？どうする？そこ閉めて、そこ一応閉めて。オッケーオッケーオッケー。はい、一応ワンチャン監視入ってきた時より怖いから、ここ閉めとくよ。え、待って待って、パルテノ神殿なんか入れたってこと？入れた。お前ここ要望だって、お前ふざけんなお前。食い違い。パルテノ神殿入ってきた中。おおおお。え、これ要望じゃん、これ他の壁も。え、これワンチャン丸石あってしない他のところにも。え、掘ってみる？いや、ないな、これは岩盤だな。岩盤だ。あそこだけっぽいな。でも、まあ、とりあえず丸石ゲットしたのはでかい。これで石ピッケル、これで作れる。ナイスな。あ、待って監視、監視近くにいる。待って、監視上に上がってない？え、マジで上がってるかも、そっち行ってるかも。待って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 。え、どうしよう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 、プーチンどうしようプーチンどうしよう。一旦羊毛のとこ隠れよ、ここ。葵ちゃん、やばい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 、でも行ってるかも行ってるかも。早く早く早く、葵ちゃん早く。やばいやばい、来てる来てる。気をつけろ気をつけろ気をつけろ。これやばくね、中入ってくるから。まずいよこんなとこで。いや、外回ってるっぽいな。外回ってんのか。やばい、これ中入ってきたらやばいぞこれ。やって、大丈夫か大丈夫か。待って、中入ってきた中入ってきた。マジ？中入ってきた中入ってきた中入ってきた。マジかよ。やばい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 、完全に入ってきてるじゃん。もうまずいまずいまずい。大丈夫なの？いや、バレてはない。静かにしろ静かに。何しに来てんだろう。え、ずっといるの？ずっといるな。ずっといる。早く出てけよ。何やってんだ。え、いやでもなんかやっぱあるんじゃない？なんか監視、ちょっと処刑 しないよな、してないはずなのに見回りしてるってことはなんかの点検みたいな。プッチ処刑する準備してんじゃない？なんでだよ、俺壁こ…あ、そういうこと？壁壊す。壁壊すって思ってんのかな、あいつ。そういうことじゃない。でも行ったっぽいな。行ける？あ、行った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 。よし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 。で、どの道？今帰れないからちょっとここ探索しよう。オッケーオッケー。これ戻んないよね、これ大丈夫だよね。あ、降りてきた降りてきた降りてきた。でも大丈夫か、これ星座来るか。星座来る？いや、スルーした。大丈夫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 。よしよし。これなんか上に銅像が、あ、じゃあ上の銅像なんかあそこだけなんか光ってるよ。ほら、他のやつ光ってないんだけど、ほら。本当だ。なんかついてるよ。なんかついてる、あれなんだあれ。松明みたいなついてる。まあ、でもなんもなさそうだな。でもこっち奥は、これなんか奥あるんだよ、ほら見て。でもこれ行けないのか、奥奥部屋があるよ。いざ、あ、さっきの銅像があるわ。ほんとだ、あれなんか上にもう額縁ついてない？なんかほんとだ、額縁ついてる。全部ついてるね、ここも。ここもついてるし、ここもついてるし。あ、なんかここだけ違う。そこはなんか光ってる。ほんとだ、何する部屋なんだろう。これでもさ、そっち側に行かないとわかんないね。これ上から行けねえんかな、これ行ってみる。これさ、上から行けそうじゃない？ここ、ここ処刑するところあんまなさそうだけどね。うわ、ちょっと待って、葵ちゃん、こっち来て。何？ここ、処刑のこの上の階段、これ行ったら戻ってこれないから、これ一人で行かないと。ここ葵ちゃん、これ踏んどいて、ここ。踏んどかなくてもいいだろ、別に。いやでもほらほら、俺帰れないから、ほら、ちょっと待って、そこにいて。え、青、羊毛掘りたいんだけど。ダメ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 、そこにいて。え？あ、こっちも扉、待って、もう一個の扉もあれだ、間圧板ないから、これ入ったら出れないわ、これ。
これ3人必要だな。これ新藤さんいないとダメだこれ。え、どういうこと？だから感圧板が入る方しかないの。帰り道の感圧板がないから出れない。扉開かないんよ。そういうこと？でもこれあれだな、3人で行くってなっても星座の時は行けないの絶対に。無理無理無理、俺行けないもんそっちに。一旦戻るか。ちょっとやばいってお前ら、ちょっと悠長しすぎだって。とりあえず丸石はゲットしたから大収穫でもうピッキリ作るから。これでオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、よしよしよし、早く戻ってこ戻ってこい。やっぱ星座もやってないし。そうだよ、もし戻って星座作んないと。急げ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 、閉めとく閉めとく。オッケー、一旦戻れ一旦戻れ。やった、石ピッキリ作れるじゃん。よしよしよし、いやマジでナイス。いや待って、監修監修、 やばいよ、独房の方にいるよ。マジやばい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 、見えちゃう、全然見えちゃう、やばい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 、急げ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 。結構時間経ってるからやばいよ、もう戻ってくるよ。そろそろやばいって。戻る戻る、今戻って水路にいる。急げ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 、危ない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 、ダッシュで作んないと。二人ともダッシュで作んないとこれやばい。まだ一個しか作ってない。よしオッケー、持ってきた。急げ、戻れ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 。作ってないよ。あおいちゃん早く戻れ。やばい、一個も作ってない。おとりあえずあれだな、どっかで石ピッキル作りたいな。これ今作れるかな。あおいちゃん持ってなかったっけ、あの作業台。いや俺が作業台持ってる、俺今作っちゃうわ。あ、作って作って、オッケーオッケーオッケー。おお、2個と丸石で、よし石ピッキル作った。オッケー、ナイス。よし天才だこれ。あれやな、あの俺と新藤さんが見た教会の方のやつとか、マジであそこ行ってみたくない？あそこ行きたい行きたい。あ、食堂から行ける方のやつ、あそこ謎の階段みたいなのがあった場所、あそこ気になるよね。ね、あそこね。あとあれはひび割れの石レンガ見た？ん、どこの？え、パルテノン。え、見てない。何それ、あったっけそんなの。ひび割れでも中入ったけどなかったな。いや違う違う違う、じゃパルテノンのほら苔石の逆側の面。え、外側？そう、見てない。なんで言ったじゃん、ひび割れで試練があるよって。お前、いや場所わかんないし、お前それ行く前に言えよ。お前そうだよ、なんで今のタイミングで言うんだよ。あ、そうだよ、石ピッキルそこで作っとけば行けたじゃん。お前嘘やん。え、あ、監修嘘やん。いやなんか新流さん作ってるもん、なんか本当にみたいな、絶対嘘やんみたいなもの作ってるらしくて。え、終わった、大丈夫？監修、僕めちゃくちゃ力作あるんで見てもらいたいです。僕先に。おい、じゃあ新藤寺からか。はい、見てください、超力作です。オッケー、見せて。今回のテーマは見てください。よし、誰行こうか次。え、監修待ってよちょっとだけ見て、ちょっとだけ、お願い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 。見たよ、見た上で私は思ったことがある。なにお前もうあの T ポイントカードに引っ張られすぎだお前はダメだ、もう何回もやればいいと思ってるだろお前それ。なんで面白いって言ってくれたじゃん監修。二度目は笑えねえだろお前、しつこいわ。力作っすよ。何があったらいいなっていうね、カードを。もう星座作るって言っただろ、もうダメだこいつは話しない。待って監修、星座だよね一応。そうですよ、星座ですよ。オッケーオッケー、はい、じゃあ説明してください。オーム見たかったな。じゃあおいちゃん来ない？じゃあ俺も見たい。え、なんでお前見たいのかよ。ほら見せてごらんよ。うわ、もういいかなえ、なんでだよ、ね、もう見なくていいよ、ね、叫んな。うわうわ、もういいかな。お前何も見てねえだろまだまあ、とりあえず聞こう、新藤寺の説明、なんだ？まずこれはまあノーマルティーカードですね、みんな知ってるね。やっぱカードだな、はい。で、これはまあ、O カードですね。何の略だ？ T はあの、ツタヤの T だが。お、チン。はい、で、この I は？I は、一本カード。はい、この H は？H は、H か。U は？U は、うん、うん。L は？ロングカード。よし、じゃあ2人行こうか。の、それだけ？新藤寺はもう一生出てくるな、こっからお前なんで感じ頑張ったのに。お前信じられない本当に。もう全部白紙に戻しとけそれ。まあとりあえずいい、取っといたやろこいつの。ちょっと後で査定するから。お前らがひどい可能性もあるからな。いやそんなことないですよ。矢の上ず T ポイントカード選ぶしかない可能性もまだあるからなよし、まだ希望ある。他の人誰見ますか次。はい、よし、じゃあ青いの見よっか。どうぞ。はい、お、あ、これの、え、あ、待って、分かっちゃったかも。いい、分かったの言ってって。はい、
これおにぎり座。はい、合ってる？合ってる？おにぎり座です。はい、これ梅干しおにぎり座。そうです。すげえ。すごくない？これ。すごい。え、でこれ鮭おにぎり？そうそう。すげえ。おいしそう。え、ちなみにこっちも分かったよ、私。え、これが分かんない。十二時座。そうです、そういうほら、これ12時15分座、それとも3時座、どっちだろう。これ3時座です。 OK、これ3時座ってことは、これは9時座。え、待って、すごいすごいすごい。なるほどね。これはすごいわ。進化って言ってたんで、進化した方がいいって言ってたから。おにぎりを元にこう進化してるもんね、こっちもだけど、はい、え、すごい。うわ、面白い。これ天才かも。やったー。新道寺、安心してろ、 T カードが選ばれることはなくなった。これでなんで。俺もカード進化してたっていっぱい。いや、あれはツタヤがすごいだけど、お前は何もすごくない。じゃあ青いのを超えられたらお前の星座が選ばれるってことだな。いや、もう俺は、まあ、いろんな意味で光り輝いてるものを作りました。輝いてる。でもなんか嫌な予感しかしないんだけど大丈夫だよね。え、さすがに大丈夫だろ。前のね、あの失敗があるから。大丈夫大丈夫。あと壁掘ってません。 OK、 じゃあ見せてみろ。本当に大丈夫。処刑されないよね。あれ、悲しみの向こう。ちょっと先に俺の見てほしかったな。あの、決して T ポイントカードではありません。それはさて大きなんだけどね、別にね。2枚空白のことは何だろう。これ意味もあるのかな。あ、これ意味めっちゃあります。あ、わかったわかった。じゃあ聞いていこうか。まずはまずこれが最初なんですよ。ちょ、俺も進化をちゃんと捉えました。ちゃんとした進化を。うんうんうん、なるほどね。これあれなんですよ、聖剣エクスカリバーが突き刺さってる状態です、岩に。あー、じゃあここに隠れてるってことか、刃の部分が。そう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 。じゃあつまり名付けると聖剣エクスカリバー坂。じゃあ聖剣エクスカリザーです。カリザーになる。オッケー。で、これ周り何もないのはこう忘れられてる感を出したかったんですよ。こうずっと刺さってて誰にも抜かれずそのまんまみたいな。あ、3つセットってことね。そう、これ3つセット、超大作だな。で、これ抜いてくれ、抜きました、これちょっと。抜いてない抜いてない抜いてない。ちょっと抜きました。お前な、じゃあお前だって絵の部分変わるのは絶対違うだろ。お前絵が変形してるんだよ、俺。確かに。なんでなんで、絵がちょっと抜いたやつ。これほら、わかんないかな。なんでわかんないかってお前が言い出すんだよ。で、だとして、でこれはその聖剣エクスカリバーを使って華麗なる戦いをした。まあ華麗なるっていうイメージでこうピンク色になってます。でもこれなしじゃない。もう夜空なくなってるじゃん。ある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 、ほら青い部分あるもん、ちゃんと。違う、模様なんだよこのボタンは。もう聞いてるね、お前。聞いてる聞いてる。フリーダムすぎだろ。違う、なんかこれが周りが青で中がピンクだったらいいんだって、ここの部分が。ああ、そういうこと。何回やんの、これだから青が模様になってるじゃん、これじゃあ。ちょっと忘れないように次やるときも教えてください、もう一回。いや、もう教えないよ。覚えろ、いい加減。お前これ3回目だぞ。でも、はい、最後、人を切りまくって血に濡れた聖剣エクスカリバーになってしまったっていうことで赤い色になりました。血です、血。じゃ、これは何座、血座。滴る血座です。滴る血座ね。滴る血座。え、じゃ、これは何座。華麗なる座です。華麗なる座ね。じゃあこれは引っこぬ座です。オッケー、わかったわかったわかった。とりあえずじゃあちょっと一旦考えながら用語の数が合ってるかの確認をしていくが、はい。お前青いのが足りてないぞ。え、なんで。ほんとだ。あー、こっち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 だ、こっちこっち。あー、危ねー。処刑だよ、処刑。いや、画面放ってないもん。ケーキ減るかと思った。はい、まあ、じゃあオッケーオッケーオッケー。もうここの部屋には用事がないのでね、もう見るにも値しないので、はい、じゃあこっちを見ましょうか。はい。ね、羊毛丸ごとないんだが。あ、OK、 入れたね。入れました。はい、大丈夫。こっちもないね。はい、OK です。この部屋も見るに値しない。え、よし、青いの。はい、どれがいいかな。また青いちゃうすか。まったく。まあまあ、でも青いのも羊毛完璧で、お、もう天才じゃんお前。完璧だよお前。じゃあ投票しようか、お前ら。自分がこれがいいと思う作品の前に並べ、用意スタート。これでボタン押せばいいですか。押すなら消えるだろお前。あ、そうか。オッケー、選んだか。オッケー、
じゃあ誰も選んでないこれにしよう。オッケー。梅干しおにぎり座を私は選びました。でもなんか具材が監修みたいですね、色。確かに頭だな。ってことで2連続で青いのが選ばれましたと。ずる。そうだ、教会の屋根実はね飾ってあるんだよ。もうえ鶏になってる。まあまあ今度教会やるときに見せてやるよ。いいな、おいちゃん2つ目か。まあ次飾るのは俺だな。ちゃんと作ってから言えお前。ほんとだよお前。ということでレストランギリシャです。やった飯だ。いやお腹減った。今日はですね、なんとですねビュッフェです。ビュッフェ、ビュッフェ、マジ。でもあのチェスト内ビュッフェなんで、チェストの中にいっぱい引き詰められてるものを取り放題なんです。あーそういうことか。ただし、まあ、ルール、ビュッフェにもルールがあります。ほうほいほいほい。全部でチェストの中に4種類の食材が入ってます。たくさん。その中の1種類これって決めたらそれ以外は取ってはいけません。わかりましたね。あーなるほど、そういう形式のビュッフェです。なるほど。じゃあいいですか。はい、いきます。位置についてよーいドーン。イエーイ。まあ、出てあいつはグリアがうざ。1種類だけだよ。はい、よし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 、きた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 。お、お、取った。よし、取りました。ということは人参が余ったと。オッケー。くそ、肉があったのに。じゃあ取ったやつの個数、何を取ったかと何個取ったかを言いましょうか。じゃあ青いのから。肉を2枚。おお、お前肉を2枚だったのか。2個選んだわけだな。はい、じゃあプチプチお前は5パン枚。パンを5枚なの。あ、パンを5枚。で結構いいっすね、パン5枚。え、1着2着だよな、順番的には。そうです。じゃあ3着の振動時何取った。クッキー15枚。どうだ、クッキーが一番多いんだよな。そうなんだよな。でもクッキーは回復量が、でも15回も食べれるもんね。そうだよ、あと美味しいだろクッキーは。人参は何個なんだ。人参はね5個です、多分。あ、パンって一緒なんだ。ということで、では人参取り放題、よーいどん。え、待て待て待て、人参取り放題、早っ。はい、じゃあ今日のご飯はそれです。やったー、いっぱいだ。欲張り者にはね服がないって言うんでね、余り物には服があるんでね、譲り合いを大事に生きてくださいね。君らはバトルしかしてないので。はい、わかりました。弱い人の味方です、先生は。確か俺握力2です。2しかないです。あー、オッケー。じゃあ抵抗できないってことだな、どんなに乱暴に扱っても。違います。まあでも結局欲張った方がいっぱいもらえたな、パン5と人参5。まあでもクッキーいっぱいゲットしたし。まあ弱者は新野さんみたいに弱者のままだってことだ。誰が弱者よ。お前はお菓子でも食ってな。じゃねえよ、そんなことじゃねえよ。なんでパルテノン神殿のひび割れた石レンガ見なかったの。だってお前が言ってくんなかったじゃん。え、なんで気づいてなかったの。逆に俺らが忘れてるなって思わなかったの。話一回もしてないし、言えよお前行くときに。行けるチャンスないよ、あっちパルテノン。お前がちゃんと最初から言っときゃもう済んだ話なんだから。やばい、青星座の男の水路のフェンスもうできちゃった。お前やばいって。あれ監修、あれ行くんやぞ、あれ見たりなんかやったり。さすがにやべえよそれは。どうしよう。まあそんな細かくチェックしないと分かんない男だからね。まあ一旦 見られないように祈るぐらいしかできんだ。まあとりあえずさ、石ピッケルゲットしたからさ、行ってみるか。ここの下の水路から行けるあの教会の方のやつ。あ、行ってみよう行ってみよう。あそこはひび割れのやつあったからそれ壊してみたいね。とりあえず行ってみるか。ちょっと葵ちゃん、じゃあちょっと確認しててよ、監視の動向。え、青じゃねえよお前、フェンスまで持ってきやがって。ワンちゃんだってフェンスがないんだけどとか言ってきたらどうすんのお前。ディフェンスするしかないね。行こう行こう、プッチ急げ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 。結構遠いから早めに行こう。あれもやろ、給水路管理室の蓋も。あ、そうだね、それもやっとこう。開けとこう開けとこう。開けよ開けよ。監視だよね、だよね、急げ急げ急げ。一旦じゃあこっちを開けとくか。これでじゃあ独房からも行けるってことだもんね。ってことはさ、俺たちの独房からさ、トレーターにも会いに行けるし、ここにも来れるってことか。はい、これで開いた。ナイス。でこれ鍵はさ、
鍵は入れっぱにしたらさすがに今監視鍵がないっていうのは知ってるから、これでも中からこうやってほら入れたりすればほら開けるから、開けられるから鍵は持っとこう、これ閉めとこう、ここは。そうだね、よし、これで大丈夫だ。これで監視が見てもあ閉まってる、どうしよう、鍵ないと入れないってなって困ってるだけだから。オッケー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 、よし、じゃあ問題はあそこの奥だね。行ってみよう、行こう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 、よし、こっちこっち、ついてきてついてきて、よし、こっちだこっち、あ、こっちか、プチが見てくれた方か、そう、こっち側。シンヌさんの方は特に なんだっけ、なかったんだっけ。そう、あの教会の裏には続いてたけど、まあ行き止まりだったって感じだね。まあ俺の方がひび割れの石レンガがあるから、これで掘れるはずだよ。急げ急げ急げ、何があるんやろうな。俺の見立てでは多分あの階段に繋がってると思うんだよね。え、でもこっち階段、階段っぽいものが見えるよ、こっちからでも。よし、着いた、こっちこっち、ここ、ここが掘れる、これ掘るよ、じゃあ石ピッキルで。うん、行きます。はい、おーし、どう、お、お、やっぱそうだ、プッチこっちだ、この階段だよ、この先、この先、この先、プッチ、あ、ここ見てたんか。だってここが、ここが教会の上ってこと。そう、ここが教会の、まあ、裏って感じかな。裏って感じよね。で、この隣の苔石掘って、あ、さっきのほら、プッチが掘ってくれたとこに続いてた。あ、そういうことね。で、そこになんかボタンみたいのが見えてたの。これのことか、ボタンって。そう、待って待って、一旦この壁とか掘ってみる、あのボタン見てみる。いや、もう先見ようぜ見ようぜ、ボタン見ようぜ、まあ、悠長にやってられないって。先行ってみるか。え、何ここ、待って、なんか書いてあるぞ。押すな危険だって。押すな危険っていうかさ、プチ、これさ、ゲートじゃね。これゲートっぽくない、これ。明らかにゲートの形だよね、これ。これトレーターが言ってたゲートやって、絶対絶対そうじゃん。え、じゃあこれボタン押したらゲート使えるようになるってことかな。え、だって、押すな危険って書いてるんでしょ。絶対大丈夫かな。え、押しちゃおうよ。え、マジマジガチ。いや、でも押してみる価値はあるよ。いや、押してみよう、一旦。プチ、やってみて。いくよ、はい。おお、ゲートだった、やっぱりゲート。え、待って、じゃあ、え、葵ちゃん、え、一旦戻るか。3人で行きたいしな、これ一旦ちょっと葵ちゃんとこ戻ろう。そうだね、ナイス収穫で。じゃあもうこれ脱獄できんじゃない。ナイス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 、一旦戻る一旦戻る、時間もないから、急げ急げ急げ。やばい、監視戻ってきたし。そう、マジ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 、やばいやばいやばい、急げ急げ急げ、やばい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 、青が時間稼ぐ。絶対あのゲートだよ、あそこからじゃあもう出れるってことじゃん。もうやば、マジか。え、今日大収穫じゃない、ゲート見っけて石も見っけて、やった正解やったね。やっぱほら探索範囲広げるっていうのがやっぱ正解だったな。奥になんかあったもんな、ひび割れの奥に。マジ石ピでかいね。よし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 、戻ってきた戻ってきた。何何があったの、何があったの。ゲート、葵ちゃん。本当に。この下の水路から教会の方に行ける水路があるんよ。あのさ、階段の水路あったじゃん。うん、あそこ行って左側の方行くと教会の方の水路に行くんだけど、そこの石のひび割れを壊したらゲートがあった。へえ。つまりよ、どっからでも行けるってことよね、あそこに。そうだね、自由広場からも行けるし。そうだね、もう全部つながってるからどっからでも行けるね。あれで脱獄できんじゃね。でも行っちゃう。行っちゃうじゃない、行っちゃうじゃない、行っちゃうじゃないよ。もうだってもう脱獄できるんでしょ。違う違う違う、トレーターに報告しなきゃ。あ、そっか、トレーターそんなこと言ってたな。え、なんで言わなくてもいいじゃん。だってもうゲート見つかったんでしょ。それ入ったらもう脱獄できるんでしょ。じゃあいいじゃん、もう行かなくて。いや、でもあいつはほら報告しろって言ってたくない。あのゲートの詳細ほら調べておくって言うから。だってお前それでじゃあ報告しに行ってる間に見つかってケーキ減らされたり、もう処刑だ、今すぐ処刑だとか言われるリスクを負うぐらいだったらもう黙っても行った方がよくない。え、てかもう今行っちゃおうよ。え、今行けるんでしょ。あ、でも今監視来て、今監視来た。本当に言わないの。いや、もう言わんくていいやろ。姉ちゃんも明日脱獄できるってこと。行っちゃう明日。明日行こう。そしたら今日ちょっともう監視すぐそこにもう塔にいるから、なんかでバレて明るみになったらまずいから、計画しっかり練って明日行こう。明日。え、どうしよう、そんなに早く見つかると思ってなかったから。え、明日、明日脱獄できるってこと。明日脱獄できるよ。やった。あ、監視。監視何。面白なぞなぞ考えたの。はい。え、聞きたい聞きたい。何何何何。3メートルの鎖に繋がれてるライオンがいます。うん。
何メートル先の草を食べることができるでしょうか。え、3、4メートルくらい。はい、残念。ライオンは草食べません。食べるよ。猫飼って草食べるよね。ライオンは雑食だから草食べます。残念。このクイズには穴がありました。何ですか？考え直してきます。どうしてあの鶏がいたらよかったって話だね。はい、まあ面白い。あ、そうだ。はい、なんすか。鶏といえばさ、あそこにさ鶏いるじゃん。にわこすか。あいつにわこって言うのか。にわこです。名前つけて飼うか。飼いたいです。いいっすか。この刑務所のペットにしようかなと思って。そうで、プラスであそこにいるさ、あの色とりどりの羊は皆殺しにする予定なんだけど、あの一匹だけ誰か生かしておこうと思って、今度それもあのドイツにするかみんなで選ぼう。オッケーです。一匹だけペットにする。あれがいいな、カラフル柳さんがいいな。ドイツのことだ、あんなにいるのに。みんなカラフル柳さんじゃんなら。まあ、とりあえずあの今日一日は終わりだ。寝てもらうぞ。いや疲れた。今回独房です。みんな独房に戻ってください。え？俺は？みんな順番子順番子だったじゃん、ここ。行きたいって言ってたの、二人だけだった気がするから。行きたい！行きたい！ロビンやめろ。あの入ってください。まあじゃあおとなしくケーキ食べときますじゃあ。そうしましょうね。あの閉めてくださいね。セルフサービスなんすねこれ。はい、セルフなんでそれ。はい、ということでね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。ちょっと待って、まだ入ってない。はい、はい、お疲れ様です。あの、星座の刑務作業ができない人が多すぎます。あ、シンドじゃごめん、多分やったつもりなんだろうけどセンスがないって話だな、お前は。やったっすよ、頑張ったのに。いや、あ、ダメだ、あんな T カード縛りやめろ、お前。え、ペチペチ、お前に関してはもう理解もしてない。理解してます。あれだからね、お前らのおねだり聞いた上でやらせてあげたのにこのざまだからね。人にねだるんだったらまともに作業してください。わかりましたね。はい、ちゃんと作業できる自信があるもの以外 ねだらないでください。もうじゃあもう何もできないじゃないですか。こいつのねだった日は人一倍ちゃんと真面目に頑張ってください。せめて。わかった。わかりました。じゃあね、おやすみ。怒ってるからね私。はいはい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。この薄のろども。誰が薄のろやん。お前人のこと言えねえかんな。お前フェンス取ってきやがった。お前本当だよ。でもちゃんとおにぎりじゃ作ったもん。ちゃんと偉かった。逆にだからあれだったんじゃない。いいの作ったから、うん、あいつはいいの作ったんだってずっとウィークしか見てなかったからバレなかったのかもしれんな。あー、そういうことか。マジで危ねえ。気をつけろお前マジで。てかさ、みんな本当にトレーター報告しないの。しねえ。いつまで言ってるねお前。何言ってんだお前、仲間じゃねえんだぞ。でも下にいるのに。あいついいよ別に、自分のことだけ考えよう。とりあえずバレたらやばいし、一番はバレるリスクを負うことを一番避けよう。確かに、まあ、人のこと考えてる余裕ねえもんな俺たちに。とりあえず明日みんな気合い入れるぞ。よっしゃ、脱獄だ。明日脱獄できるんじゃね。絶対に成功させるぞ。よし、さあじゃあもう忙しい一日になるから今日は早く寝よう。よし、おやすみ。おやすみ。おやすみ。うるさい。うるさい、寝れねえよ。